さんこんにちは、かえでです。本日は取手国際ゴルフクラブに来ております。なぜかと言いますとですね、この後ですね、クレレディゴーカップ2024が開催されるということで取材にやってきました。レディゴーカップというものはですね、30代以上の女子プロゴルファーが出場する大会でして、皆さんもご存知のプロがこの後たくさんやってくるので、この後レッスンを聞いていきたいなと思っております。チャンネル登録よろしくね。はい、ということで成田ミスズプロに来ていただきました。よろしくお願いしま す。今日も美しいです。あ、いい、かっこいいです。ありがとうございます。あの TFW コンペぶりに、はいはい、お会いしたんですけれども、どうです、はい、今日はですね、あのクレレディゴーカップということでの練習日ですね、はいはい、今からあのラウンドを回っていくと思うんですけれども、はい、その前に少しだけお時間をいただきまして、ちょっとレッスンだったりとかスイング見せていただきたいんですけれども、はい、このレディゴーカップって何回か出られてますか？そうですね、去年の今大会も出てますし、はい、去年の最後のレディーゴーカップで、福田真美プロと一緒に優勝することができたので、はい、今回も頑張りたいなと思ってます、はい、じゃあ今回も同じ福田プロとのペアで、はい、はい、一応前回大会というか、ちょっとメインの冠スポンサーは違うんですけど、はい、そのレディーゴーカップっていう中の、なんだろう、全州チャンピオンみたいな感じでまた組もうよと。じゃあ本当に大注目だと思うんですけれども、はい、まあ、去年実際に優勝もしていて、今年も出られてるってことなんですけれども、このレディーゴーカップがあることでどうですか？いや、本当に、なんだろう、世の働く女性を応援したいっていう、うん、コンセプトがあって、はい、ママさんゴルファーだったりとか、はい、まあ、私みたいにちょっと一回休んで、うん、もう一回やるぞっていう人たちにこうやってチャンスを与えてくれる本当に貴重な大会なので、うん、はい、ものすごいありがたいです。やっぱり一回休んで練習だけっていうよりも、こういうちょっと大会がある方が気持ちは違いますか？そうですね、やっぱりなんだろうな、そのやっぱレギュラーツアーとかと違って、コンビを組んで仲間と一緒にやったりとか、そういうのがやっぱり普通の試合とは全然違って、はい、面白いですし、やっぱり試合ってなるとみんなこうちょっと和気あいあいとしたのにギュッてこう集中する瞬間があったりして、本当に楽しいなってまた思えた試合だったので、はい、じゃあぜひ皆さんね、そちらも見てみてください。そして今日はですね、ドライバーとアイアンをちょっともう一回スイングを見せていただいて、はいはい、その後に私のちょっと悩みがあるので、そちらも見ていただいていいですか？わかりました、はい、では早速プロのスイングから見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いきます。うん、完璧です。やっぱりすごいな。9番でキャリーいくつですか？127とかそれぐらいですかね。すごい細かい。127。9番結構良くなってきたんですけど、はい、7番がもうちょっと見てください、はい、7番が一番上ですか？そうです、一番長いアイアンです。長いアイアン、ちょっと打っていきます。あ、もうこれなんですよ。これですか？これです。ちょっと振り遅れてる感じですね。あ、振り遅れですか？はい、最初から右に出てスライスしてるんで、はいはい、軌道もフェース角も右に向いてるっていう状態、はい、フェース開いてるしカット軌道なんですよ。あ、カット軌道なんですね、はい、曲がり幅は軌道で、はい、打ち出しはフェース面なんで、はい、手が先行するとクラブって遅れてくるので、はい、それで多分開いてると思うので、ちょっとだけ短く持って打ってみたらどうかなと、はい、こんなもんでですか？はい、ちょっと出たいです、はい。おー、ナイス。あ、でもちょっとスライスするけど。いや、でもちょっとですよ。短く持ちました。はい、なった時に、この長い方がこうなりやすいからってことですか？垂れやすいから。短い方がクラブを重く感じにくいから。へー、ですね。長い方が、長いものの先に物がついた方が重く感じませんか？はい。なんでやっぱアイアンのヘッドは9番と7番ほとんどグラム数は一緒なのに、はい、なんでこれだけ振り遅れるかって言ったら、多分ちょっと長くなってるんですよ、はい、これぐらい。あ、それかなと思って。もし根本的に私が振り遅れを直すとしたら
どこに問題が一番ありそうですか？もう一回やってもらっていいですか？はい。そうですね。確かに打ってる時にこういう感じなんですよ。自分の中のイメージで、はい、やっぱプロってボールをなんか見てるように見えるじゃないですか。はいはいはい、私はもうなんかあっちの方見てるなっていう感じです。こうなっちゃってますよね。なんかやっぱこっちを先行させなきゃみたいな感じで、はい、上の上半身って、うん、私は2つ分かれると思うんですけど、はい、胸とこのお腹のところと、ここが2個に分かれる。そう、はい、これがやっぱこっちが開いちゃうと、はい、まあ、ついてきちゃうじゃないですか。はい、なので腹筋は基本的にはこう下にずっと向いててほしくて、はい、腰とお腹と胸、はい、3つに分けるんですね。3つある気持ちで、はい、やっぱりこの分離する動きがやっぱ飛距離とかを生み出したりするの で、はい、でやっぱり一番真ん中にあるこの腹筋のところがクッていくと全部右腰下がっちゃったりとか胸もこう開いちゃったりするんで、はい、全部こうなりがちなので、まあ、ここのなんだろう、回転するっていうので多分勘違いしてこうやってなっちゃってると思うんで、はい、常にこう高さ、はい、向きを変えずに、はい、ずっとここ下のこれ以上上に行かないように、はい、おへそを下に向けとくぐらいな感じってことで、そうです、まあ下というか、はい、まあ、ずっと構えた時と同じ角度。あ、わかりました、ね、あ、構えたとこと同じ。ボールぐらいではないと思うんですけど、はい、ボールより先にはなっちゃうと思うんですけど、はい、そこの高さを一定に。はいはい、わかりました、はい、ちょっとそのイメージ。バックスイングもちゃんとこうなっちゃうんですけど、うん、このついてる角度と一緒であれば。え、バックスイングも。バックスイングは上向かないように、やっぱりもうやっぱ上は向いちゃいけないと思うんでこうやってなっちゃうんで、多分それもあるんですよ。あー、もう一旦バックスイングで浮いてるから、こうやってあのオーバースイングでキュッて、はい、最後のキューで起き上がっちゃうんで、はいはい、元に戻そうとかって やると思ったら、はい、うーってやっぱ角度は変わっちゃうんで、はい、基本的には変えない。あー、わかりました。ずっとおへそが同じところを向いて、 ね、そっか、一回私テイクバックのここでもこう上を向くからクッてなっちゃうんで上がる癖あります。はい、おお、ちょっとおへそのイメージで打ってみます、はい。お、捕まった捕まった、めっちゃ捕まった、びっくり。素晴らしい、ちゃんと意識できて。あと今なんかすごいテイクバックちっちゃくなったんで飛ばないかなと思ったんですけど、無駄な動きなんで結局は。あ、この上に食っていくのが良くない、あまり、はい。そっか、だからプロもあんなコンパクトで、そうです、パシッと。まずアイアンってやっぱ飛ばすイメージはないってことですよ。基本的にはあのどこに落とすかが一番大事で、ドライバーはやっぱ飛ばしたい飛ばしたいでこうグワッてなっちゃうのも分かるんですけど、はい、アイアンは基本的にはオーバースイングはしない。ここまででいいという、まあまあ多分ここまでって感じてここまでいってるんで、ここからこうやっていかなければ。あ、わかりました、これ以上におへそが上を向かないように気をつける。はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。本当に自分の中でさっきも説明した通り、あの私が本当にインパクトの時もこうなってるんですよ、うん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 、もうどこ向いてるのみたいな感じのイメージはすごくあって、でも振り遅れを直すってなってもやっぱ背がこうバーってなったりとか、うん、右に残っちゃったりとかすごく悩んでたところだったので、ずっとおへその向きを、そうですね、はい、意識するっていうのはなんかすごく簡単にできたので皆さんにもやってほしいですし、やっぱりね、あのプロのねインパクトもすごいんですよアイアンのなかなか真似できないですね、はい、なかなか真似できない、わかります、はい、ですけれども、あの前回教えてもらったあのティーアップの練習法とこのおへそをちょっと意識して私も練習していきたいなと思いました、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。明日の試合も応援してますので頑張ってください、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございました。
ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てねー。